皆さんこんにちは。今日はですね、クワタカップ2020徳島県予選の競技ボーラー部門なんですが、6ゲームのアメリカン方式で1ゲームずつに、スライドしていくような感じでレーンを変わっていっての投球だったんですけど、その6ゲームのトータルは、987ピンというちょっと寂しい結果となってしまったんですけど、アベレージでいうと164ですね。はい、そうですね、あのヘビーオイルだったっていうこともあって、なかなか変化が激しくて、こう1連ずつの移動っていうのが全然初めての経験だったので、そしてマイボールを持ってからその会場に行ったのが初めてだったっていうこともあって、なかなかアジャストできてなかったっていうのがもう最大の原因かなとは思います。前日にでもね、ちょっと投げに行けばよかったんですけど、用事があってなかなか行けなかったっていうのも原因っていうのはあると思います。まあ正直この結果を重く受け止めて、もっと精進していって、もう経験を積むことしかもう考えられないんで、まあ道のりは長いですけど、とにかくそのボーリング場ごとで目標を作って持ちながら、そうですね、とにかくテーマに沿ってどん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 取り組むことが一番かなとは思います。まあ正直悔しいの一言で終わりたくはないですし、僕自身もレベルアップしていかないと本当に取り残されるのも嫌ですし、やっぱりね、やるからにはとことん突き詰めてボーリングに取り組んでいきたいなとは思ってます。そうですね、今年はこれで最後ですね。とりあえずはまた年明けぐらいから投げれたらいいなとは思ってます。まあそうですね、とにかく頑張っていこうと思っておりますので、またよかったら応援していただけると非常に嬉しいです。では本日はこれで終わりです。ありがとうございました。